はい、松本と申します。で、もともとは人材系の仕事をしていて、何か人にトレーニングしたりとかっていうこともあったんですが、前職でマインドフルネスと出会いまして、独立してからはそちらも比重を置いてやっています。マインドフルネスって何っていうところを少し、もし今度セミナー出ていただいたら 重なる部分もあるかもしれないんですけれども。Thank you.